海外漫画の本棚。今日は番外編です。第72回の海外漫画の本棚でこちらですね。マキニコさんの台湾裸泳びぐり北部編という作品を取り上げました。えー、こちらですね。あのうさぎがうさぎのマキオサさんといううさぎが主人公で台湾の温泉を紹介するというコミックエッセイだったんですけれども、まあ、今回の番外編では動物が 出てくる海外漫画を、うん、あのテーマにいろいろおしゃべりしていけたらなというふうに思っておりますよろしくお願いしますはい、お願いします でえっとまあ海外文化の本棚でもいろいろねあの動物が出てくる作品で紹介していて、うんまあ、例えばあのサバキスタンですね犬の国サバキスタンを舞台にしたあの三冠物でこれを私第23回と第31回と、まあ、2回も取り上げさせていただいたんですけれども。うんうん えーまあ、これは、まあ、犬の、ね、国ということで一応、まあ、これも擬人化漫画みたいな感じでしたけれどもねこ、うんえー、ういう作品であるだとかあとやっぱそういうなんかちょっと擬人化擬人化作品だとねこの第44回で取り上げた「ブラックサット」も。うん これもね、まあ、動物で描くことによって、この短いページ数の少ないバンドデシネの中でですね、そのキャラクターの個性を際立たせるみたいな、ね、まあ、すごくあのこう動物を使っている、あのすごいいい例だなっていう感じもしますけれどもね。うんはい、あと、そうですね、こういう二重化ものっていうと、第11回で取り上げたラン。うん このクロッコトイルという作品も、やっぱちょっと面白い作品ですよね。まあ、これ、うん、その性被害とかハラスメント、セクシャルハラスメントのね、をテーマにした作品ですけれども、こう男性をワニとしてね、描くことによって、えー、この行為みたいなのをねす、すごくちょっと客観的にというかあの、読むことができるみたいなね、ちょっと面白い、こう、 あの、動物の使い方だな、みたいな感じで言いましたね。あと、そうですね、なんか。 本まで取り上げたところで言うと、これはもう完全にあの動物漫画ですけれども、このソリアを森エという、うん、えっとね、あの作品ですね。マレーグマが出て、もう主人公、主人公というか、まあ主人公の、えっ、ー、と、女の子と、まあこうマレーグマとのね、えー、こう、二人のもう,こう友情を描いた作品みたいな感じですけれども、うん、もう本当すごい素晴らしく美しい動物漫画でしたね。 はい。まあ、こんな感じですけれども、原さん、どうですかいかがですかどうですね。出てくるはい。まあ、さっきの、その、えっと、技術家みたいなところで言うと、やっぱ、その,の、一番、なんか、海外漫画の中で重要なものの一つが、あの、うん、アートスース・スピーゲルマン、マウス。ああ、そうですね。ですね。 そのなんかこう、政治性みたいなものとかね、うん、なんかこう人間が持っているえっと動物的な暴力性みたいなものを動物の形で表現し、えー、リアルに描いてしまうと本当にとてつもなくエグくなってしまうところをえっと動物の形で描くことでちょっと偶意化し、まあでもそ,、うん、そうしたからこそ結構響く部分もあるみたいな。 ね、ことでと、やっぱマウスが一つありますよね。はい。これは本当、秀逸ですねで。うん。で、えっと、そのフランスとかだと、やっぱそういう系統の中で、ただマウスっていうのは、えっと、作者の自伝でもあり、お父さんの自伝でもあるっていう現実に立脚してるんだけど、フィクションの方向でそういうのをやってるのが、はいえっと、このルシャト・デザニモっていう動物たちとしろっていう作品で、 これってなんか言ってみると、ジョージ・ウォーエルの、えっと、動物農場の一種のなんかこう、パロディ的な作品っていうか。 割とここ数年ぐらいで出て結構話題になった作品でもあるんだけど、うん、っていうねそういう、まあ、いろんな動物たちがいてその中の間のなんかこう関係性とか、えー、と権力関係とかそういったものが描かれてく作品ですけどこういうのがあったりする、はい、で、まあ、マウスだってねあの動物農場のことを考えなかったこともないのかなとかってやっぱ思っちゃいますしね と考えたんじゃないかなと思うんだけど、まあそういうようなところで言うと、えっ、ー、と、ちょっと面白いね。はい、で、さらにですね、バンドデシネだと、えっ、ー、と、今のは割と新しいここ数年の作品なんですけど、もっとすごい古い作品にこういうのがあるんですよ。えっ、ー、と、はい、ラベッテ・モフトっていう、えっ、ー、と、獣は死んだっていう、そういう作品なんですけど、で、これね、カルボっていう人が書いてるんですけど、 カルボって、えっ、ー、と、フランスのディズニーってよく言われる人で、もう、<ー>絵柄もすごいディズニーっぽいの、ディズニーのアニメっぽいんですよ。ああ、そうなんですね。ええ、ああ、でもなんかすごい可愛らしい。へはい。で、この絵柄で、こ第二次世界大戦中、はい、えっと、フランスがドイツに侵略された頃とかに書かれた、発表された作品で、その、だから、これなんてナチスの、はい、あの、うん ちょっとつけてますそれをオオカミとして描き、オオカミに対して<ー>えっと抵抗するえっとこういう豚。あ,<ー>あとなんかこう、オオカミの進化だったかな、このイタチみたいなの。はい、そんな感じで描かれてるの。あ<ー>他にもいろんな動物出てくるけど、えー、これ、えー、これもやっぱりマウスは参照してても不思議はない。 うん確かに、なんか雰囲気的にすごく近,なんか、ね、近いものを感じますね。うん。そうなんです。んえー、っていうね、えー。こんな作品があったんですね。うん、あのジョージ秋山って漫画家がいて、ジョージ秋山っていう漫画家が、今これ買うとすげえ高いんじゃないかと思うけど、はい、ラブリン・モンローっていう漫画書いてたんです、昔ね。おうおう えっと、なんかこう、ナチスとかをすごい想起させるような軍人たちと市民たちの話で、はい、えっと、ラブリーモンローっていうのは豚なんですけど、はい、えっと、その豚の勝負の話かなんかだったような記憶があるんだよな。ちょっとウロープですけどね。それはなんかやっぱこれすごい想像させる。ちょっと関係性わかんないけどね、全然ね。ないかもしれないけどね。へ、はい、え、ー、面白い。と、はい、いうことでね。なんかその辺、まずはそういうところがあるかな。 それ以外では、まあ、動物が出てくる漫画なんて本当いっぱいあるけど、うんうん、はいちょあの コミックスで言えばね、やっぱりドッグマン。ああ、そうですって。確か、あ忘れてました、私、これ。はい、<laughs> ね、もう犬ですね、本当にね。で、この猫も出てくるんですけどね、かわいい、ね <laughs>。敵が猫なんですよね、<laughs> 確かに、ね。はい、<laughs> いうことで、ね、まあ、これ人間もいる世界観ですけど、まあ、ドッグマンまずあるよなっていうところと、うんそこらちょっとね、これもう俺、だいぶ前に読んで、本当話忘れちゃってるけど、うん、ウィンスリーっていうね、 うん、B3 っていうコミックスがあって、でこれはク<ー>、えっと、ラント・モリソンとフランク・クワイトリーの作品なんですけど、うんはい、これ、えっと、3匹の犬と猫とうさぎの兵器。<laughs> 兵器はい、動物兵器のちょっと悲しい話なんです。ああ、そうなんですね。へー 中にもアートがすごい。そうね、ちょっとね、リアリスティックなアートなんで。っていうね、なんかこういう作品もそういえば動物ものではあったなっていう。ああ、すごい面白い。とか、あとはね、コミックスだとフリッツ・ザ・キャットとかもありますし。確かにそうですね。かな。で、あと、他にもいろいろあるけど、あの。 バンドデシネで言うとね、この、えっと、猫のミッシェルっていうね。はい、これ、<laughs> 飼い猫だったよな。ああ、そうですね。はい、こういうのとか。で、あと、うん、こういう、これまあちょっとデフォルメが効いたかわいい感じだけど、リアル路線で言うとさ、ちょっと今僕手元に日本語版がなくてフランス語版しかないけど、あの、シュガーっていうのがあったよね。はい、出てましたね。あベルギーのバンドデシネってあ,、ね、あったりするんですかこれだ、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 ね。あ、それそれ、それ。<laughs> ありましそう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 、うん、すごいね細かい小回りでねなんか使い方コマの使い方とかもちょっと面白いんですよねそうなんですよまあそういうのがあったりとか、はい、まあ他にもいろいろあるけどあとはえっとイギリスのコミックでねすごい古いものなんだけど、うん、これ1 9 2十年 19年とかだっかな、ちょっとうろぼうな、19年ぐらいかな、始まったのが、はいえっと、このピップとスクイークとウィルフレットっていう、はいえっと、この作品のペンギンと、えっと、これ、犬とウサギだったかなの、えっと、動物たちが、えっと、人間に最初飼われるんだけど、えっと、そこから自活して3人で暮らしていくっていう、はい、こういう作品で。これはあの 日本の漫画の翔ちゃんの冒険にね、えっと結構影響を与えたというか、その翔ちゃんの冒険を始める一つのきっかけになっている作品で。えー、すごい作品なんですね。はい、そういう意味でも。で、これ当時、その1920年代とかに爆発的な人気を誇った作品なんですよね。 で、グッズとかも生まれたし、あとファンクラブとかもできて、うん、ファンクラブ10万人だか20万人だかそれぐらいいたとか、すごいだからすごい、そういう意味でも面白い作品なんだけど、こういうのがい、はい。で、えー、もう一つ傾向が全然違うタイプのものとして、実はバンドディネーって動物ものいっぱいあるんですよ。ああなるほど。ブラックサットの前に、えっとはい、アヒルの探偵でカナルドっていう有名な作品があって、 はい。ちょっと僕持ってないんでお見せできないけど、そういうのがあったり、うん、だから探偵でもブラックサット以前にそういうものがあったりはする。うん、で、それから今ここにあるのはルイストロンダイムっていう作家ですね。日本でもちょっと知られてますけど、えー、ミスターオとかもあって。はい、で、ルイストロンダイムは、えっと、ラピノーっていうウサギを主人公にした、えっと、はい、なんていうか、モラトリアムものみたいなのがあって。へえ<ー>。それはそれで人気だし、あの、彼の大好き。はい あの、なんていうか代表作なんですけど、ちょっと僕それも思ってないんですね。はい、で、はい、トロンダイムは常に自分のことを自伝で描くときにも、えっと、はい、鳥として描くんですよ。ああ、はい、はい、はい。これね、あの、ワイン知らず漫画知らずに出てきたと思うけどね、はい、この話、ね。出てきました。なんでくちばしがあるのみたいな、突っ込まれてましたよね。<laughs> <laughs> はい。で、このアプロクシマティブマン アップロクシマティブマンって、おおよそのところはとか、大体のところはみたいな意味なんですけど、うん、えっと、はい、彼の、あの、実際にあったこととかを振り返る日常的な、あの、なんか作品、日常を描いた作品なんですけど、うん、えとそれでこういうようなあの表現、他の、えっ、ー、と、うん、人たち、実際にいる人たちとかもみんな動物として描かれるんですけど、うん、っていう感じですね。で、この中で僕なんかどっかで行ったような気がするけど、えっ、ー、と、当時、これ95年ぐらいに出たんだっかな、 その時代ってね、ルイストロンダイムって日本でちょっと作品を発表してんのよ。ああ、はいはいはい。そのモーニングとアフタヌーンで。で、えっと、この、えっと、ハエですね。はい。これ、この作品はちょっと僕、厳密見てないけど、アフタヌーンに多分乗ってたと思う。あ、へー。アフタヌーンの多分柱か、<ー>あの、ページの下かなんかに載ってたんじゃないかと思うんだけど。へー。 それで、えっと、編集者からいろいろ言われるわけですよ。可愛くないからもっと目を大きくしろとか、<laughs> で、それに対してブツブツ文句言ってるのが描かれてて、すごい楽しいんですけど。<laughs> なるほど。裏側が描かれている。っていうね。こういうのもあります。なるほど。 いやーまあね、結構いろいろありますけれども、まあ、あの、今回ね、取り上げ台湾の,あの作品とかで言うとね、ちょっと私がちょっと押したいのはこれですね。はい、あの、これ山キャッシーラムさんの、むけ猫もブは猫顔を稼ぎたい。もう、これもね、すごい、あの、癒し系で、なんかもう、なんかじ、地味 <laughs> に、こうじ、じんわりくるね <laughs> あの。じわじわくる、すごい面白い作品なんでね、めっちゃこれもね、読んでもらいたいみたいな。な,なんかさほらあれ なんて言ったっけ、ブ、えっと、ログだけど、ラーメン赤猫でよかったっけああ、はい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 あ。最近アニメになったのか、あのー、あ<ー>猫たちがね、ラーメン屋を経営してて、人間がそこでアルバイトするっていう漫画ですけど。<laughs> はい、<laughs> そういうのもあるんで、そういうのと並べたらいいんじゃないかしあ,<ー>あとは、ね、ヤニ猫とかもあるじゃないですか、もう<ー>ヤニカス漫画ですけど。<laughs> 私でもこれで、ね、読んだときにね、思い出したのは、あの、久保桐子さんの,あのバケツでご飯でした、ね、<laughs> あれ<ー>あれもちょっとそう思わせられるようなね、なんかそんなあの話で、あの、もうあのね、あの、こ猫カフェで働くんですよね、人間相手に。はいはい、<laughs> なんかそういうところがちょっとねあの、バケツでご飯をちょっと想像したりもしました。うん、はい、そんな感じで、ねまあ、動物をテーマにしたな、あの、漫画は本当たくさんね、うん、ありますね。あの 皆さんね、動物好きの方、ぜひ読んでみてください,、はい。ということで、今回の海外漫画の本棚番外編をこの辺りで終わりにしたいと思います。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。 あと、原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日と木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。